始めて1年半。現在ベスト75、平均81です。ここから伸ばすには何が必要ですか？ね、これ絶対。やっぱ、一番うまそうね。西日本カントリー4番ホール。パー4の457ヤード、長っ、はい、レミちゃんと山形くんと回ってます。はい、回ってます。レミちゃんと山形くんと回って18ホール対決してます。はい、ぜひレミちゃんと山形くん概要欄からインスタフォローお願いします。お願いします。5番ウッドで打ちますね。ちょっと280以上打ったらなんかこう奥傾斜になってるコースなんで、なるほど、左ドッグ5番ウッドで刻みます。左行った、どうかな、左でも傾斜よね、左は落ちてくると思う、うん、右のね、ロングの方に行ったら最悪や、うん、ドライバーで、はい、ヘッドを狙いで、はい、難しいです。はい、本当に難しいですね。ここが難しい。ここがちょっと難しい。Tショットが結構メモもいっぱい書いてる感じです。プロテストの時に結構ここ神経使いました。レミちゃんにとってもここちょっとキーになる。でもそんなこと言ったらいかん。いかん。大丈夫。自分を信じて。自分を信じて。メモを信じて。メモを信じて。おー、ナイスショー、ナイス。はい、では本日も山形君とレミちゃんと回ってますんで、はい、質問コーナーいきます。はい、レフティーでゴルフ始めて1年半、現在ベスト75、うまっ、すごいな、平均81です、すごい。ここから伸ばすには何が必要ですか？これレギュラーから回ったのかな、バックからかな。どうなんですかね、75出たらもうね、バックからで、よりアプローチよね、これ絶対、うん、俺バックから このぐらいの時期から回り出して、で、やっぱアプローチがなんか増えて、回数がバックから回ったんで、で、アプローチが増えるけど、なんかアプローチ勝手に上手くなっていって、アプローチパターンがやっぱ一番、どっから回ってもアプローチパターン入れますもんね、うん、前からも、上手い人は前からでも、後ろからでも、やっぱそうよね、結局必要になってくる、はい、なんやこれ、やばいかもしれん、これこれは、開いてるかな、うわ、これなん傾斜怖いね、まぁ、あ、ちょっとそこの傾斜に転がって、うん、怖っ、これ傾斜使って出します、あそこに出したらいいか、右に、うん、右に出します、4番アイアンで、やべ、当たらんで、あー、惜しい、うわ、高さ出さないかん、ね、もうこれ7番とかでしか超えれんから、うん、もうボギー狙いで頑張って7番で、はい、うわ、左足下がりや、ちょ、やばいかも、これいきます、いや、いい高さ、ピン方向に、おー、山形くんはちょっと右バンカーでしたね、はい、ちょっと狙えないんで6番ヤンで出します、はい、ちょうどピンは被ってるね、低いとまじゃないとダメですね、ピンはそこ、
6番で低い球でグリーン近くまで出します。はい、でまたアプローチを。うまい。え、ちょっと蹴ってくん。あ、まあ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 。大丈夫。全然大丈夫です。はい。うん。狙い通り。狙い通り。うん。僕らあの北九州オープンっていうのを2月の29日予選に出ます。もうすぐ。もうすぐなんです。うん。ということで。難しいです。え、もう行った？行きました。行きました。カットどんぐらいかな？多分80くらい。あ、80ぐらい。ちょっと頑張って本戦に。出たいですね。それ見に行ける試合なんですか？あ、本戦行ったら見に行けますね。うんうん、ぜひ本戦行ったらお願いします。応援にトヨタカップね、去年。はい、レムちゃん出ないの？出ないけど、お願いします。これ誰？俺です。 OK、 83ヤード、はい、58で58ね、正面の木がね。ゴー。あー、惜しい。ま、いけます。うん、じゃあ23ヤード、はい、60度でいきます。ほんのちょっと開こうかな。うまい。うわ、トップ。あ、下っとる奥に。もう曲がってるね。うまい。あれです。傾斜の分だけ。ね。25ヤード54でいきます。うまい。完璧。お、うまい。うますぎ。ナイス。ありがとうございます。ナイス。うまい。はい、スピン。うお、早い。やばいです。ボギーパットです。はい、ダボは避けたいんでパター頑張ります。ボギーパター。はい、うまい。うまい。うわー、マジか。マジか。嘘でしょ。ダボ。あー、惜しい。もったいない。ナイスパー。ありがとうございます。ナイス。サボパーです。はい、オッケー、ナイス。ここから伸ばすには何が必要ですか？まあアプローチか。レミちゃんのアプローチすごいね。やばい。いや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 、すごい。あそこ落とすイメージなかったですね。うん、ないね。あれはなんかもう俺が打ったのを参考にして。そうですね。そっからも早かったんで、ワンバウンド目なんか今日コーンっていくよね。前に行きますよね。で、手前から、はい、ウェッジ2本とか3本で打ち分ける。そうです。今のは54で打ちました。あ、54、低めに。低めに。で、手前からこう。ポーンみたいな。はんはんはん。すごい。それはもう何回もそういう状況にならんとダメ。うん。山田君は。イメージが大事ですね。イメージ。打つ前のイメージ。山田君1本、2本、ウェッジ。ほぼ1本で打ちます。ほぼ1本。5、8で。で、5に使うときはもう、転がし。転がし。あんまでも転がさん？転がさないです。いや、普通にむずいよ。難しい。むずすぎる。ちょっとこれじゃあ、ミット予選通過できませんね。よし、はい、では5番ホール362ヤードです。はい、
取り返そうとしない普通のゴルフをします。オッケー、ナイスショー。はい、バンカー行ってない。絶対行ってないの。はい、ネミちゃんは327ヤード。はい。ナイス。では質問コーナーいきます。レフティーで得することありますか。山形君にね、せっかく出てもらっとうけん、レフティーで得することですか、うん、まあ損しがちよね、多分練習場とかでね、はい、練習場ない、うん、道具ない、得することってないやろ。最初見られた時に、うん、おいいねみたいなでもハードル上がるよ確かにね得することあんまないです、ないね、はい、まあでも右打ち上げんで得することもなくない、うん、これ、まあ、うん、確かに。 QI10はどのモデルにしましたか。多分これ質問が多いのは山形君が結構シダのストーリーを上げてるんで、はい、ね、インスタグラムでどのモデルにしたの。ノーマルにしました。ノーマル、いろいろ 3つぐらいあるんけ。はい、でもレフティはなんかノーマルしかないかな。あ、そうなんだ。シダが LS はもともとセレクトショップ限定なんで。あ、そっかそっか、うんうん、ノーマルだけども完璧ですね。完璧、最高。飛距離も上がる。今 TSI3 と、はい、どっちが合う、自分に。自分はやっぱあっちの方が合いますね。合うんだ。捕まるんでちょっと。もうシャフトも一緒でしだしたい。シャフトも一緒でしだしたい。じゃあもう完璧や。はい、最悪だ。フェアウェイだったけどやばい、ちょっとターフのところにボールが埋まって、はい、ちょっと難しいショットですよね。127ヤード。はい。うわ、どうしよう。9番で。おお、ちょっと短い。惜しい。これ難しかったです。ここの穴が、はい、ちょっと難しかった。121、9番4です。はい、112ヤード、はい、51度でいきます、はい、手前10ヤードなんで高い球で行こう、うん、うわぁ構えづらい。おお、高い、いい球。ああ短い、ガッガッ。おー、ギリギリギリ、うん、ちょっと弱いんよ。うわー、でもすごい。これちょっと難しいね。アンカーは入れない。うん、一旦超える緩まない。いや、うまい。
あ、ナイス。いやナイス。惜しい。やばいね、よう打ったね。これはいいね、今の。ボギーでボギーで。今の左足下がりやった。ね。バッカーの緩みそうなとこだよね。やばい。はい。ああうまい。いやうまいな。完璧です。ナイス。さっきの反省を生かして。マジで。おーナイス。ナイスパ。じゃあ一応バーディーパット。はい。外からちょっとパターでいきます。弱い。おお重いね。2回ぐらい跳ねます。マジか。弱っ。パパッとで。はい。あ、重た。わあ重い。マジで。おお重いね。結構なると思うね。パパッといきます。絶対入れる。うわ、切れんし、逆。マジ？ボギー。よし。ボギーパッド。はい。絶対入れる。絶対入れる。うわ、惜しい。惜しい。惜しい。じゃあちょっとレミちゃんの質問コーナーそろそろ行きますか。ナモタンから来てます。マサヒロに勝ってね、ハート応援してる。ちょっと気持ち悪いんでブロックします。勝ちますよ。389ヤード、はい、パー4ですね。はい、接戦です。まあ下りの右ドックですね、はい、だいたい左が OB で右は隣のコースで OB は左だけ。フォアウトです。はい。ちょっと右かも。なんか落ちた音したね。うん。どうかな。ここなんか打ちにくいもんね。打ちにくいですね。左 OBS。うん。で左消します。T を低くしたら。でちょっと左に最近は行ってくれるんで。これやりすぎやね。ぼーっとしたね。右の木。うん。意外と言ったらさ、そんな左気にせんでよかったですよ、うん。難しいね。曲げすぎた。370ヤード。はい。パー4です。大丈夫。うん。あの告白が本当ですかね。どういう意味？なんか前回なんかクラブセッティングの時に、うん、なんかナモタンさんが詳しすぎて、うん、なんか好きみたいなの言ったんですよ。ああ、はい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 。結果はドゥ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 。何だったの？結果は。嘘でーやばいやばい。嘘でー、嘘でーって何これ。本当ですか。ちょ意識しとるみたいな。嘘でー。怖い。もう次の質問いこう。怖かった。ナモタンと恋愛に発展する可能性パーセンテージ教えてください。もうちょっと、もうちょっと普通の質問ね。ゴルフの質問をしてほしい。ねえ、ゴルフの質問が欲しい。 0% はっきり言う。ナモタン、そうらしいです。ナモタンさん、ごめんなさい。ごめんなさい。振られてます。振られてました。もうほら、また恋愛系が多い。
彼氏にするならゴルフする人しない人どっちがいいですか？する人。あ、する人。スキンケア何使ってます？もういいって。アスネ。な、アスネ。なんか中町彩のアス。アスネ。アスネ。まあいいんやけど、何使っとっても誰が気になるんこれ。女性から今の。いや、松永亮です。なんでやねん。なんでやねん。本当に意味わからん。ムータが似合ってるよ、可愛いって。あ、ありがとうございます。でもこの人のアイコンはリンドバーグやけん、まあ、リンドバーグ好き。あ、リンドバーグなんですね。うん、ゴルフ系がなくなったね。ゴルフ系をお願いします。142、はい、7番アイアンで。7番アイアン。お、ナイスオ。やりました。うん、ありがとうございます。ギリギリ乗った。なんか今アイアン、うん、コンボを変えてるから。改造中なんですね。はい、ちょっとじゃあ今調整中ってことです。そうですね。うん、では145ヤード、はい、9番アイアンでいきます。超えたね。よし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 。あ、出す。アプローチだね。アプローチ。うん。28ヤードで。はい。狙えないんで、あの右グリーンで。右グリーン方向で。7番アイアンで。見えなかったね。本当見えなかったね。左に跳ねたし、やばいっすね。ティーショット地獄。ティーショット地獄。ちょっとティーショット次第なところもあるよね。68ヤード、58度で。はい。重くね？ナイス。完璧だ。じゃあ10ヤードぐらい、うん、60度でいきます。うん、うまい。うわー、早い。お、早い。早い。結構しっかり打てたけど、うん、うわー、いい。パター勝負や。はい、さあバーディーパット。はい、ナイスオン。伸びろ。いいよ。めっちゃいい。あー、惜しい。ナイスタッチ。ナイストライ。オッケー、ナイスパー。パーパットです。はい。オーバーだけ渡す。うまい。うわー、うまっ。パー？パーです。ナイスパー。よっしゃ。マジうまい。拾ってくるね。パターうめ。うま。今のうまさ伝わるから。じゃあ僕もパーパットいきます。ねじ込みます。あ、スロープね。もうまっすぐ。まっすぐでしょ。うん。ボギー。よし。1だ。ってことは同点？同点です。
持ち球をドローにしたいのですが、打つ時のイメージ等ありますか？顔はこっち、手は右みたいな。こうもうほぼ右半身。あ、そうです、そうです。顔が大事か。顔が大事？お、顔めっちゃ残ってる。もう右足の上ぐらい。うわ、やばあの感じで閉じて。あの感じで。